はい、通常食会、はい、の話をしようと思います。通常食会って何やねんって言ったら、普通に天場で食うてる飯なんやって話ですね。それ通常食って言うんですか？通常食って言うんですよ、行動食に対して。あ、そうそうそう。あ、で今僕の通常食っていうのは、うん、アルファ米と、ただ一つ言わせて、はい、そのシェラカップ汚したくないからアイラップで包むのはやめへん。なんでですか？いや、俺の美的センスがそれをノーと言うノーと言っているはい、まあいいっすよ、いいっすよ、うん、ただ結局それがゴミになるんやからさ、アイラップが。いや、でもここにいろいろ食ったもん入れたりするんで。でも結局それごとジップロックに入れんやろ。はい、アルファ米とラーメンを主食にされてる方が僕らを含めて多いと思うんですよ、はい、でただそれって日常生活からすると不自然なので、少しでもこのギャップを埋めるための工夫に関するお話ですね。ああ、なるほどね。で、まあ、先に言っておくと、あ、家で食ってるもんみたいなもんを食いたいと。そうそうそう、はいはいはい、大体朝昼晩朝飯みたいな食うことになるじゃないですか。ああああああ。で、まあ、あの先に言っておくと、最優先は栄養の摂取であり、味を楽しむっていう娯楽は優先してないんですね、うんうん、でパウチの製品が多いんでやっぱ重いんですよ。はい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 。なのでご自身の通常食に使えるお供として考えていただけたらいいのかなと。プラスアルファしましょうと。あ、そうそうそう、はいはいはい。で、あの僕すごい MR イレーションのにすごい影響を受けてやってるもんですから、うん、まあ、コーヒー入れますけどね、喋りながら、うん、で、通常食の話に戻すと、うん、コーヒー、なんでまた震えた今。それもうわざとやってるやろ。やってないっすよ。俺に突っ込まれたくて。ほら今左手も震えたあ、右手震えとる。もう笑かさんとってくださいよ。それで震えるんすよ。いただきます。ういよいしょ。で、僕はシェラカップ汚したくないんでこうやってやってますけど、アイラップ、ドルフシからは。ちょっとさ、また震えとるかな。コーヒーどうですか？美味しい。やっぱこの豆が美味しいんですね。てか、その状態でさ、そこに口つけるのに抵抗ってないの？ないっす。ああ、そう。シェラカップが綺麗だから。でもそんな、その隣にあるシェラカップ、そっちは？これは、なんか濡れてるけど。これは、あの、蒸気で濡れました。それってなんでなん？掃除するのがめんどくさいの？掃除するのがめんどくさい、うん、で、食い物の話なんですけど、はい、MRA イレーションにすごい影響を受けているので、直食系がすごい多いんですよ、うんうんうん、で、直食っていうとちょっとピンとけえへん方おるかもやけど、要はそのまま食うもんね。そうです。あのソイジョイとか。そう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 、うんうん、で最大のメリットは、うん、燃料と水と時間を使わないんですよ、直食系って、うん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 、で僕今メインで食ってるのって野菜クラッカーです。うん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 、これメインに食ってますから。うんうんうん、それはほんまにいつでも見るよね。そう、うんうんうん、で、あの結構薄味で食べ飽きないものをこう、うん、やっぱよく使うことが多くて、うんうんうん、これなんか特にそれに筆頭ですね、うんうん、主食に近いと言ってさ、もう主食ですわ。うん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 。で、クラッカーだけだと、まあ、あの味があれなんで、最近はタンパク質取りたいんですよ。うんうんうん、で、あの肉ってなったら結構ビーフジャーキーとか、うんうんうん、ドライサラミとか、あのコンビーフとかになってくるんですけど、うんうんうん、僕おすすめはこのシーチキンマイルドオイル不使用の、これがおすすめですね。私今毎晩シーチキン食ってるんですよ、はい、ツナ。あの同じくタンパク質を取りたいから、はい、ただし僕はオイル入ってる方がいいと思ってる。それなんでなんですか？いや、オイル抜きなのは深い意味はないです。あ、そうか。いや俺はあえて、はい、あのカロリー摂取の意味でもオイルがあった方が便利かもしれない、うん、あと、はい、オイル入ってるやつの方が味がいい気がして。あ、それはあるんじゃないですかね。あ、ほんじゃ別にそのオイル不使用にこだわりはないと。ないですね。ちょっと重たいとかあんのかな。なさそうですけどね。深い意味はないです。ただ僕が食った MR イレーションのこのシーチキンのパウチのやつがオイルフリーやったように感じたから、オイル抜こうって思ったけど。
なるほど。固まいや関係ないと思うけど、酸化しやすいとかがあるのかな。あるんですかね。でまあこれ切り口2箇所あるんで、この製品やったら、うんうん、こことここにあるんで、上から食ってムニムニムニって出して食って、うんうん、出てきたらここを切ってムニムニムニって食ってって感じ。次は豆ですね。それさ、はい、何グラム入ってんの。これですか。一袋あたり50グラム。ああちょっと少なめか。ちょっと少なめですね。で次あのミックスビーンズドライパック豆？豆っす豆っす。あで、あとひじき。完全にそれあれやん、家の近所のスーパーで買ってるやん。特定されるから。あのひじき、ま、なんか日本全国にあるやろ、うん、海藻を食うってなくないですか、山の上で。昆布、わかめ、俺でも梅昆布取ってっからな。まあ梅昆布取ってたらそりゃ食えてますわな。うんうん。でもやっぱ梅昆布は明らかに取るようになってから調子がいいから合ってるんでしょうね、うん、ほんでこれはちょっと飛び道具的かもしれないですけど、僕しいたけに好きなんですよ。うん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 、美味しいね。はい、きのこ食いた。でこれはあの ただな、はい、それ食い切れる。あ結構しんどい時あります。そうやんな。で、まあ、あの一回一旦保管みたいな、うん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 、で、あのこういうアルファ米のあれに味変に使ったりします。あ、でもそれ夜食べて、はい、朝それを雑炊にして食べるとかいいかもね。あとスープに入れます、あの味噌汁とかに。あーなるほど、はい、アミノ酸なんですかね。口はすごい美味しく感じるんですよね。キノコはそうやね、はい、うんうん。あとはそうでも米食いたい、うんうん、あのアルファ米も使うのいいんですけど、まあ、これよく使いますね。あーよう見るわ、はい、米、はい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 、米なんでこれ柿の種で、あの意外とせんべい類って、はい、米原料米主体のもんと実は小麦主体のもんっていうのが成分表見たらあって、はい、あそれ知らんすけど、ね、そうなんですか。そうなんですよ。だからやっぱ絶対米の方が日本人消化得意やと思うんで、あえてそこは米かどうかチェックした方がいいかもしれないですね。ああ、まあそこは結構こだわっていけるポイントじゃないですかね。うん。特にその山でね、疲れてるとき消化するのに余計なエネルギー使うようなもんじゃなくて、そうですね。うん、消化得意な方を選んだ方がいいような気がしますけど。はい。あとこれはちょっと いいんかな、いるんかな、どうなんやと思うんですけど、茹で小豆。お。まあ、あんこやから。うん。あの1個チップス言っていい、はい、コーヒーと小豆って意外と合うんですよ。へえ、ぶっこんできた。ほんまにほんまに。あのこれは僕クラッカーの味変で使ってる。うんうんうん。あのね、はい、大福とコーヒーって合うんですよ和食。そうなんすね。そう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 、だからそれ意外とありかもよ、マジで。小豆って、小豆、うん、これはでもなんかいろんなシチュエーションで食います。デザートとしても食いますし、うん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 、メインの食料としても使いますし、うんうん、でまああのピッて開けてミューってやつ、ムニムニューってじっくり食うと、あそうなんですね。でも結構そうなんですよ、意外とコーヒーと合うんですよ。あの湯に溶いて、うん、普通にお汁粉的な感じで取ることもありますし、うん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 、まあ結構器用なんですよこれ、うんうん、あとまあちょっと冷やしてこう冷やしたり、あかんない。まあそれはうーん今一生懸命やったんです。まあでも俺基本的にあんこってあんま好きじゃないねんけど、はい、ただ日本人の DNA に小豆はあると思うんで。小豆はあるでしょうね、うん、豆なん、まあ苦手な人は少ないじゃないですか。で俺はこしあんやったらいけるけど粒あんがあんま好きじゃないっていう人で、はい、ややこしいな、はい。何か違うんすか。え、何今ディスられた俺。あの風速20メーターでディスりましたけど。あかんですね。うん、そうなんですよ。あの要はね、はい、豆の皮感が嫌いなんですよ俺。ああ、うん、だからこされてたらいいんですよ。まあ後から歯茎の隙間から出てきたりします。ああ。であとやってることが、僕ガム噛みます食後に。はい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 、はい。であとあのプロバイオティスリクスとしてあの病水類とってました。プロバイオティス。あと腸内環境。あ、そうそうそう。
あのごめんなさい、どうぞ質問です。はい、僕今晩ご飯はゆで卵4つおわ5つ、はい、プラスシーチキンです。はい、ゆで卵をいっぱい食べるようになってからへがめっちゃ出ます。あ、それでもタンパクのあれでしょうね。合ってんすか。あ、そうでしょ。そんなもんなんすか。そんなもん、そんなもん。あのお腹の中でいっぱいバクテリアが100個っつってやってんじゃん。あの 4,5 秒の兵が 4,5 発連発するんですよ。別にいいんじゃないですか。プーって言って娘に、はい、パパ汚いでしょって言われてめっちゃ怒られんねん。それは怒られるでしょ。はい、すいません。反省してください。でも兵なんか我慢するべきじゃないでしょ。まあ別にいいんじゃないですか。兵なんか我慢しても何もええことないと思います。でしょ。だからお腹にガス溜まったら苦しいじゃないですか。すぐ出すべきです。うん、ガムすることとなんかないです。はい、ガム感でこういうニュース、あのバクテリアを、バクテリアって言うとあれ、ね、それはもうその、はい、なんていうの、習慣として取るの、調子悪いから取るんじゃなくて。僕ずっと取ってます、習慣的に。あの、はい、あのビオスリーや、あの今日みやりさんとかずっと取ってます。あ、で、効果を感じますか。感じますね。感じますね。僕はあの調子つけるのに必ず乳酸菌とか酪酸菌とか。ガムはもうなんかキシリトール入ってたら何でもいいんですけど、うんうんうん、あとはそうっすね、この辺はでもまあ普通に朝飯ですよね。うんうんうん、ソイジョイとかね、うんうん、朝飯っすね。このスイートポテト味美味しいよな。あ、美味しいです、美味しい。スイートポテト味は美味しい。これ美味しいよな。あ、まあまずいわけがない。うんうんうん、これおすすめです。で、あとはちょっと甘味ホスっていうところで、こういうチョコレート類、タケノコの砂糖、キノコ。一応くれぐれもそれをどっちも持つっていうのはちょっと邪道やな。揉めるでしょう。揉めるよな。これなんかあれなんですよね。すごいあの和メーカーというか、うん、戦争を起こすこの良、うん、くない組み合わせ。里南みたいなもんよそれ。はい、で2人ともタケノコの里食いたいって言った時に、うん、あの以前にも DBC 解散の危機がこれで訪れてるので。そうやったな。はい、あのチョコレート類とかも今持ってますけどね。でもな、俺前言ったかな、あのキノコの山の、はい、その軸の部分だけって売ってんの知ってる？それなんかまあ需要はあるんでしょうけどね。いや、あのキノコの山が好きな人って、はい、あの軸の硬いのが好きやねんて。はあ、そうなん？そうやねんて。チョコじゃないんすか？チョコついてないあの軸だけ。だからそれは何なのかって言われると名称すげえ困るけど、はい、あれだけ売ってんねんで。キノコの里、キノコの里、キノコの里だけの軸だけが売ってんすか？そう、キノコの山な、タケノコの里な。そこ間違えたら戦争が起きるで。ああ、うそなん売ってんすか。そうそうそう、根強いファンがおるってことや。あのカリカリが好きなんでしょうね。へえ、まあそれで言ったらあのちょっと今日大寒波襲来の予報の日に僕らあの山来てるんですけど、気温下がってきたぞこれ。ちょっとやばいっすよねこれ。だガス抜けたやん、はい、これ一気に来るぞ放射冷却。ドルフさん。ああちょっと大丈夫かな。一気に来たな今。今一気に来ました、ね、うん、今多分体感で気温一気に10度ぐらい下がった感じしました、うん、そんな感じしたわ。どうなるか。通常食については、うん、あのほんまにアルファ米ラーメン、アルファ米ラーメンっていうのがもうさすがにちょっとなんか したいなっていう。うん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 、 でもな、はい、なんかしたいなっていう人は多分シェラカップにアイラップ負けへんわ。これそんなに変すか。いや変やろ。そんなに変かな。いや、あんな、はい、そう、あなたのいろんなアイディアさ、はい、多分いろんな人がいろいろ、まあ、全部じゃなくても、はい、何かしら取り入れてくれてる人っていっぱいおると思うんですよ。ありがたいですけどね。僕もそうです。いろいろ教えてもらってすごい助けてもらってます、はい、ただそれを真似する人は俺ゼロやと思う。そんなに？うん、あのもう気分のない方がえぐいわ。震えとるしよ。
ルフのブートキャンプ。あの健康診断ちゃんと受けてるんで大丈夫です、うん、なんでやコレステロール値高いんやろ。コレステロール値は高いっす。でうちの嫁もこの間健康診断じゃ血液検査の結果でコレステロールが若干高いって出てたな。まあいいじゃないですかちょっとぐらい。でもあのさあ、はい、その摂取してるコレステロールと、はい、体内コレステロール値に因果関係がないっていう証明がされてしまってから、じゃあ体内コレステロールってなんでなのっていうのが分かれへんよな。どうしたら逆に下がんのって。ちゃんとした科学的根拠をここでちょっとデータを出せって言われるとちょっとしんどいんですけど、うんうんうん、一般的に言われてることを言いますよ、うん、コレステロールって再吸収っていうか再利用できるんですよ。で日本人はその再利用する力が強いかなんかがあるんですよ。食った時にその欧米諸国の人らはもうスンって出ると、うん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 、でも日本人はもともとそういう油もんとか肉類とかを食ってる習慣がなかったから、うんうんうん、再利用する習慣があるもんで、そこに欧米諸国のその、すごいオイリーな油物の多いコレステロール値の高くなるような食品が入ってきたのに、うん、体がまだ順応していないから、うんうんうん、過剰になるんじゃないかっていう人もいますけど、ただ世界で最も売れてる薬って確かその高脂血症の薬、そのコレステロールのことをどないかする薬が一番売れてるっていうのを聞くと、うんうん、世界的にもまああんまり よくないんやわな。だってさ、はい、それはダイレクトに入れんねやろ。それはええの。いやドライなんで。あそうなの。納得いかねえずら。あとそあのさ、はい、あとちょっとさ、そのここで言いにくいかもしらんけど、はい、俺いつも思ってんやけど、あの WHO の言う推奨1日塩分量とかあるやんか。 あれってさ、世界標準を出したところで意味なくない。あの日本人の体質がありますよ。やっぱそうやんな、はい、あのこれは決してあの人種差別とかじゃないですよ、うんうんうん、これ P した方がいいの、 P した方がいいんかもわかんないですけど、あの黒人の人は白血球数がちょっと少ないとかあるんですよ。いやあるやん絶対そういうのって。あるんですあるんです。あのロシアの人たちがあんだけウォッカ飲んで平気なのって、うん、そのアルコール分解酵素を持ってるからやとかいうのもあるしさ。いやうんそあ、あの酔えへんのやで、はい、あの、うん、それシンプルに体がでかいっていうのもあると思いますよ。あーなるほどね。その例えばそのアルコールに強い税の話をするってなったら、うんうん、単純に体がでかいからあの強いっていう、薄まるから強いっていうのがあるとすれば、うんうん、日本人より体がでかい国の人らはアルコールに強いっていう論理は成り立ちますよね。そりゃあーなるほどな。でも俺の妹、はい、もうすっごい細い、もうほんまモデルさんみたいな体型してるけど、はい、寄ってんの一度も見たことないで、うん、えっぐいぐらい飲むけど。それはあのアルコールって代謝酵素が当時2つあるんですよ。ほうほうほう。アルコール1個入ってくるじゃないですか、うん、でその時に 1回目代謝するんですよ、うんうん、でそれで変わるじゃないですか、うんうん、それをもう1回代謝するんですよ、うん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 、でこの2つの酵素がどうであるかで酔い方って変わるんですよ、うん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 、で初めの代謝が上手やけど、うんうん、次の代謝が苦手な人っていうのはあのすごい悪酔いする人なんですよ。はい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 。で1回目アルコール入ってくるな。はい、ふっかさんやな。さんがどんな人かちょっと分かんないです。いや前の職場の人。はい、うん、あの信号機みたいになっちゃう人。ああああ。でそれは初めの代謝は得意やから、で初めの代謝得意で出来上がったやつが、うん、それがあのアセトアルデヒドやと思うんですよ確か。はい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 、はい、これが悪酔いの原因なんですけど、次の代謝が苦手やからずっとおるんですよ、アセトアルデヒド。あで、あの体がよろしくないっていう。はい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 。では初めの代謝が苦手な人やったらどうなるかっていう考えると、うんうんうん、体の中にアルコールの状態でいっぱいあるんですけど、うんうん、代謝が苦手やからゆっくりゆっくりしかアセトアルデヒドができないんです。はい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 。で次の代謝は得意やと、うん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 、ゆっくりゆっくりしかアセトアルデヒドできひんけど、できたアセトアルデヒドすぐ代謝できるから永遠に飲めるんですよ。はい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 。で、あのそのタイプの人がめちゃめちゃ酒に強いんですよ。そうです。でどっちも代謝苦手って人おると思います、うんうんうん、でもその人も初めの代謝でアセトアルデヒドがあんまりできひんから、うんうんうん、アセトまあゆっくりアセトアルデヒドできるから、うんうん、そんなに苦しくないじゃないですか時間。なるほどなるほど。なので
あ、たしなむ程度に飲めますみたいな人がそういう感じの人なんかね。おそらくはそうでしょう。で、初めの方の代謝酵素やったかどっちかはちょっとはっきり覚えてないですけど、うん、まあ、そう体質があったりとかすると。うーん、ただ初めにアルコールの代謝が苦手だよ、うん、次の代謝得意だよの人がめちゃめちゃ先に強いと言いましたが、うんうん、ずっと酔うことになります。そうやんな、はい、だから要は何もしてないプレーンな状態のアルコールが体内にとどまってるってことやんな。そうそうそう、何が起きるか、うん、めっちゃアルコール依存症になりやすいんですよ。危ないんですね。なるほどね、はい、で僕なんかはあんま酒強くないんですね、うんうんうん、でおそらく初めの、 あの代謝は比較的得意なんでしょう、うんうんうん、だからすぐアセトアルデヒド充満して、うんうんうん、で次の代謝はあんま苦手やからずっと悪いのがおる、うんうんうん、一番酒飲めない。もうでもほんまに酒飲めない人ってもうあの顔真っ青になりますよ。飲んだら無理やり飲ましたりとかした、うんうんうん、でほんまに危ないから絶対飲ましたらダメですよ、うんうんうん、スマートドリンク、スマドリですよ。飲めなくてもええやんかと。飲める人は、はい、もうほんまあのノミニケーションとか言ったらほんまな往復便だよな。絶対やったらダメですよ。ほんまにでも飲めない人ってほんまに飲んだらあかんから。嫌いやわあれ。ほんまに、うん、あのいもう酒飲め酒飲め酔わして、あの僕飲めないんですっていうやつに無理やり飲ますこいって、ほんまにあのほんまに一線越えたら殺人になるんで、うん、あるはらな。そうそうそう、うん、あのほんまに飲んだらあかんのですよ、ほんまに、うん、飲んだらもう嘔吐を繰り返すだけじゃなくて意識を失ったりとか、ほんまそういうレベルで顔顔面真っ青になってもなるんで絶対やったらダメです。あとほんまあのな、はい、飲み会飲み会言うて、あとノミニケーション言うてるやつに一言言いたいけど、はい、お酒って飲む相手によって美味しい美味しくない、楽しい楽しくない変わるんじゃボケっていう話で、はい、お前は楽しいかもしらんけど楽しくないやつに強要すんなって話で、あすごい大事なことです。ほんま。だから俺その誰と一番俺お酒飲むのが楽しいかって言ったら嫁やもん。あそれ大事なこと。嫁とギャーギャー言いながら大騒ぎしながらお酒飲んでるのが一番楽しいもんあもうええわー言うたらバタって寝るだけやん。そうですね、そういう安心感もありますね。そうそうそう、まあ今はそのなんかそのスマートドリンクっていうことで飲めない人はノンアルコールなんだ、ちょっとだけ飲みたい人は 0.5% みたいな、じゃあ 2.5% かな。 0.5 はさすがに弱いよな甘酒レベルやな多分ノンアル 2.5 5% 7% みたいな感じ で、ハードでいいかって感じで飲み分けるっていうのが。俺な、なんすか、ハードリカー割と飲めるじゃないですか、まあ、ウイスキー好きやし飲みますね。ただね、はい、あのビールとかの量飲むのが無理なんですよ。あ多いっすよ、でもビールで失敗する人。あだからあんなあのほんま延々ビール飲む人とかおるやん。いますいます、ビールファイターいますよね。生中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 みたいな、はい、いあれ俺ほんま信じられへん。俺生中なんかさ二口目でもうええわ思ってるもん。へえ。いやビールなんかさ好きな人じゃない、好きじゃなかったらうまいのなんか一口目だけじゃない。うまい、まあそうですね。俺の話とクラッカーどっちが大事やねん俺申し訳ないあのまあでもあのビール好きな人と嫌いな人の差ってやばいっすね。ビール好きな人は好きやんな、ほんま。IT やってた時のキッチーがそうやったな、はい、もう僕はねほんまにもうビールあったらそれで幸せなんでしょわって言ってたわ。これ激似やから。そうなんだあんまでも僕はビールハイネケン好きですけど、うんうんうん、あんまり銘柄にこだわりってなくて、うんうんうん、でもウイスキーは銘柄めちゃめちゃこだわりますけどね。ハイネケンってあのビールであってビールじゃないと俺正直思ってるのよ。お、はい、っていうのがあの日本のビール好きな人ってハイネケン嫌いやから。あの多いですね、うんうん、俺はでもハイネケンの方が好きやねん。それであっててよかったっすね。難しいよな。だから俺の親父とかってもともとすごいビール好きで、今はちょっと体悪してから控えてはるけどビールは、はい、とかはもう絶対にその日本のしか飲めへん。へえ、うん、こだわりにかはあるんですかね。あのハイネケンの俺好きなところはあのスーッて入っていく感じがすごい好きなんやけど、はい、
日本のビールってその良くも悪くもその続くというかパンチが残るというかあるじゃないですか。だからあれが好きな人からしたら物足りないんでしょうね。はい、うん、ハイネケンはな、ああハイネケン好きやわ。飲みやすいよねハイネケンはね。苦味と、うん、あのコクのバランスがいいんですよ。俺はねハイネケンに関してはサスティンの自然な減衰の仕方が好きなんですよ。ああそれはでもめちゃめちゃありますね。で発泡酒飲めない理由がいつまでも残るからなんですよ。なるほど、うん、僕発泡酒ほんまにダメなんで。それで言ったらすごいいいでしょうね。うん、食べないんですか飯。いやあんまお腹減ってないんですよ。行動飲料ですか。いや行動飲料とあの豆バターで。豆バターって何ですか。ピーナッツバター。ピーナッツって豆っすけど、うん、ピーナッツバターを豆バターって言ったら、うん、それ通ったら、それ通ったら何やろ考えてから物入れて、うん、